森恒夫は日本のテロリスト、審査翼活動家、連合赤軍中央委員会委員長。高校は大阪府立北の高校出身。高校時代は剣道部に所属した。父は大阪市交通局に勤務していた路面電車の運転士。幼少より在日韓国、朝鮮人の問題に関心があったという、大阪市立大学中国語学科在学中に、 学生運動に飛び込む。当初は構造改革派のフロントに所属していたが、後に共産主義者同盟関西派のタミヤ高丸と出会い、以降、タミヤの中心になった。1965年11月、日韓条約批准阻止デモに参加し逮捕され、刑事に自供。1969年6月、内下場で監禁されて、自己批判を迫られた時は相手に従って、 事故批判し、臨地にかけないでくれと懇願した。1969年の7月6日の明大泉校舎での関東派襲撃事件では、直前で敵前逃亡し、大阪に戻る。その後しばらくして、森はすべての任務を放り出して、仲間の前に姿を見せなくなっている。以上のような行動が問題視され、大菩薩峠事件で壊滅状態になった赤軍派で、 森の復帰話が出た際には民屋からは森は度胸がないと告評されるも議長であった塩見高屋の強い意向もあったことで復帰を許され赤軍派に参加。1969年から1970年にかけて赤軍派幹部を含む活動家が逮捕あるいは海外の国際根拠地に移動すると三里塚闘争で黙々と 拠点作りをしていた森の名を挙げられ、塩見により森は政治局員に昇進。その後、塩見や高原博之が逮捕されると、国内赤軍派の国外メンバーの事実上のリーダーとなり、M 作戦などを指揮したが、1971年3月に、捜査当局から銀行強盗を指揮した罪で指名手配された。その後、京浜安保共闘との連携を指導し、 やがて統一組織連合赤軍を結成した。山岳アジトの軍事訓練に、長田陽子率いる革命左派出身のメンバーたちが水筒を持参しなかったことを批判。赤軍派が主導権を握ることに成功し、連合赤軍最高幹部となる。その後も山岳ベースを転々とする中で、総括と称する暴力行為によって、長田陽子と二人で独裁体制を固め、 12人の同士を殺害する山岳ベース事件を指揮した。1972年2月17日、長田と共に一度下山した後、活動資金を持ってキャンプに戻ろうとしたところを、妙義湖から1キロメートルほど入った山中で警察に発見され、刃渡り1 5トルの合口とヤスリで作った鎧同士を振りかざして、警官隊の群れの中に突入した。森は、 倒れた警官に馬乗りになってナイフで刺したが制圧され、長田と揃って逮捕された。1973年元日、初公判を前に、東京拘置所の独房で首吊り自殺しているところを発見された。発見時まだ心臓はかすかに動いており、直ちに蘇生措置が講じられたが、間もなく心停止し、死亡した。28歳坊ー死を見と、 バンドを国を宛てに遺書が残されており、発見された遺書には、事故の責任の重さに絶望、自らに死刑を下すと綴られていた。逮捕されてからは、キリスト教に関心を示していたという。1月3日、東京拘置所に駆けつけた遺族が遺体と対面を、済ませた後、弁護士の付き添いにより、仮想場に入る直前、弁護士にもップル社、連合赤軍後半対策委員会メンバーらが、 爪より直談判。急遽、通夜が行われることとなり、遺体は、駒込のアッセンブリーズ・オブ・ゴッド協会に運び込まれた。その後の葬儀には、赤軍派関係者、救援運動家などが参加したが、赤軍派創設時の指導者らが生前に高知所へ、面会に行かなかったことなどに対し、救援関係者が彼らに抗議する場面などもあり、 森と連合赤軍への評価をめぐる混乱が浮き彫りにされた。2001年公開の映画、光の雨では森をモデルにした最高幹部、倉重哲太郎を山本太郎が演じている。一方、関係者の大半を実名で描いた2008年公開の映画、実録、連合赤軍朝間3層への童貞では、地引き強しが森の役を演じている。 連合赤軍をモデルとして描く山本直樹の漫画レッドでは森をモデルとした北森尾というキャラクターが登場する高校時代の剣道の試合中に気絶して目覚めた時には別の人格に生まれ変わったような気がしたと語っているこの体験が殴って気絶させ目覚めた時には別の人格に生まれ変わり完全な共産主義を受け入れ心の革命戦士になれる という論理を展開し、山岳ベースの総括において、暴力を振るう原因となったとされる。森の死の当日、当時の人気歌謡番組だった、夜のヒットスタジオ元日特番生放送の本番中に、司会の前田武彦が、森の死を、この連中は死ぬ時まで嫌みだねとバリ増言交じりに伝えるというハプニングがあった。森の死に対して、 救いたい関係者は権力による暴殺を疑い、独自に森の検視を行うなどした。検視の結果、自殺を否定する証拠は見つからなかったが、あくまで自殺の可能性は否定できないとし、暴殺の可能性についても一定の含みを持たせた。一方で、山岳ベースで行動を共にしていた長田陽子、坂口博らは森の死の方に接した際に、 直ちに自殺と理解したという。森の死を牧中で聞いた長田は、ずるい、と絶叫したという。これは森が生前に、すべては僕と長田さんの責任ですと語っていたためである。性格的には優柔不断で、また大阪市立大学出身であることを京都大学出身者らから常に隠した扱いを受けていたことでコンプレックスを持っており、権力掌握後には、 有名大学出身の同志をうんじて、暴力的に接した。一方で、自身の出身大学よりも、隠したと思われる、大学出身者、高卒者には、高圧的だった。連合赤軍幹部の坂口博士は、森の性格の特徴として、常識的な目を持ちながら、赤軍派の理論にも染まっており、両者が矛盾をきたすと、常に、 後者の赤軍派理論を優先させたと指摘している。逮捕当時妻子がいたが、逮捕直前には妻子と別れ永田洋子と再婚しようと考えていた。革命のためには、それがふさわしいという理屈からだった。ありがとうございます。